お母さん。なに？すんちゃん。僕は本当にお母さんの子供なのだ。え？僕はお母さんのお腹から生まれてきたのだ。それは。2011年3月、地震と津波と原発事故で、東北地方は大きな被害を受けました。多数の痛ましい死者の中には、生まれて間もない小さな赤ん坊もいました。同時に、親が亡くなって、赤ん坊だけが奇跡的に生き残る場合もありました。ずんだもんはそんな震災孤児の一人だったのです。メタンママは幼いずんだもんを引き取り、自分の子供として育てたのでした。ずんちゃん、そのことについては、あなたが中学校を卒業するタイミングでお話しします。のだ。ただ、これだけは覚えていてください。お母さんはずんちゃんのことを、世界で一番大切に思っています。のだ。メタンママはひとまず結論から逃げたのでした。しかし、いつか真実を話さなければならないことは、今までもずっとわかっていました。あと3年。その時、どんな風に伝えればいいのだろう？メタンママは思い詰めるのでした。